日本語コンテペ日本語学習者の皆さんを心から応援するポッドキャスト今日は学習コンテンツについて「ほい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 」ねこの「ほい」っていうのは何ですかねいつもね「ほいほい」みたいな「よいしょよいしょよいしょほいほいほい」みたいなね 日本語には不思議な掛け声がね、結構ありますね。はいっしょ、みたいな、ね。よいっしょ、とか、ね。はい,いっしょ、ほいっしょ、ほいっしょ、ほいっしょ、みたいな、ね。意味ないっす。うん、多分意味ないっす。意味ないけど、なんかふっ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 ふ。ほいほいほい,ほい,い、ね。全然意味がないっすね。ほい。だから意味がないけどね、こういうことを言うんですね。ほ、はい、じゃあ今日も、みたいな。ほ、はい、じゃあ、みたいな。じゃあ、じゃあやってくせみたいくぜ、ね。 じゃあ今日もやっていくぜ、ね、今日も始まった「日本語コンテンツ」の時間です。今日はですね、どういうコンテンツで日本語を勉強していくかということですね。じゃあ、レッツゴー、ね、じゃあ話していきます。<laughs> で、えー、っと、日本語コンテンツですね、よくね、あの聞くことに、えー、子供向けのコンテンツで、 その国の言葉を勉強した方が簡単だし、いいんじゃないのか、ね、良いのではないのか、ね、いいんじゃないのか、という意見。で、日本人でも多いです。えー、子供向けの番組、えー、YouTube だったり、あの、えー、NHK とかの子供英会話みたいなね、子供向けのコンテンツで、 勉強しようとする日本人英語を勉強しようとする日本人、多いですで僕はいつも思うに、うん、やめ,、うん、やめたほうがいいとは言わないけど、うん、あなた、子供じゃないでしょってね、子供じゃないのに、子供向けのコンテンツで楽しいですか身につきますか、ね えー、僕はあ子供がいるので、えー、英語のね本とかを子本も子供に読み聞かせたりします。でまあそれはそれでね面白いっていう意味は分かりますね昔読んでた、あのー、日本語の絵本とかを子供に読み聞かせるとあ絵本って面白いなってまあ分かりますね気持ちは分かる。でもやっぱりね子供向けのものなんですよ。 でやっぱ大人としてそれうんまあ僕はあまりやっぱり興味が湧かない、ね、僕はあまり興味が湧かない例えばスペイン語の子ども向けの本あの読んでもまあ正直言って子,子供がいれば子どもと一緒にね勉強するっていうのはあのいいことですでも子どもがいないのに子ども向けの本を大人一人で読むのはちょっと変。ね、ちょっと ちょっとなんかあのちょっとねハテナハテナねちょっとハテナってねすごい日本的日本的な日本語としてナチュラルねちょっと僕はハテナですねちょっと疑問があり湧きますねちょっとやっぱりですねコンテンツというのはあの勉強コンテンツ学習コンテンツあのどういうコンテンツどういうものでその 自分が勉強している国の言葉を学ぶか例えば日本語を勉強している人であればどういうもの、ね、で日本語どういう本とか映画とかえ番組ポッドキャスト、ねえー、どういうトピックを選んで自分の勉強をしていくかこれはその人によるんですね前も何度も話したように自分が自分の国の言葉で えー、選ぶコンテンツを、えー、自分が勉強している国の言葉で選ぶ方が選ぶのが一番いいんですだ例えば例えば前回出てきたアメリカ出身の、ねえー、株で儲けまくった株とかね、えー、FX <laughs> そして仮想通貨ビットコインとかで儲けまくったサミュエル君今 新宿のパーク・ハイアットに日本人,と日本人の彼女とね一緒に住んでますすごいですね新宿パーク・ハイアットに日本人の彼女と一緒に住んでいるもちろんこれはイマジナティブストーリーですよ僕の頭の中でね作られたキャラクターですよえー、そのね <laughs> えっとサミュエル君が日本語を勉強する場合、えー、一番いいコンテンツは何だと思いますか 日本人の子供向けの絵本だと思いますかそれとも日本人の子供向けの YouTube チャンネルだと思いますかキッズラインとかね知ってますキッズラインね、ああ遊ぼうみたいなねこう子供が2人で遊んでる YouTube チャンネルあるんですけどすごい人気でね子供にとってでもサミュエルがそんな見てああ遊ぼうとか習ってもちょっとキモいでしょ気持ち悪いでしょ ね、なんか彼女に彼女では名前何にしようかな彼女の名前彼女の名前何にしますかねえゆかちゃんにすよね可愛い,いねゆかちゃんねサミエルの彼女ゆかちゃんに「ゆかちゃんあーあそぼ」とかねパーク・ハイアットのスイートで言ってるんですよちょっと気持ち悪いでしょねゆうかちゃんああそぼ」みたいな子供じゃないんだからさ「ああそぼ」とか言ったらダメですようん ちょっとな,なんかそういう <laughs> まあいいや <laughs> でなんであのー、子供向けのね日本語を学ぶとそういう危険性もありますねそういうリスクもありますちょっと子供っぽいえ日本語を話してしまうねそれちょっとちょっとこううん <laughs> まあ問題も出てきますよね「部長ああ遊ぼ」とかね「うん、先生ああ遊ぼ」みたいな、ね ね、ちょっとびっくりしますよね「先生ああそぼって「キッズラインかよ!」みたいな、ね。なので、あのー、ここで言ってるのはサミュエルくんはね僕のい、あのーまあ、作った架空のキャラクターですけどサミュエルくんはニューヨークで株で儲けて、ねえー、FX そして仮想通貨そういうもので、えー、儲けて、えー、日本に来た留学生ですね。 で彼が日本語を勉強する場合当たり前のようにやっぱりこのまずはですね自分が英語でずっと勉強してきた、えー、そういう、えーまあ、株だったり、ね、仮想通貨そして FX そういうところそういうものから勉強していくのがいいですね。であの単語が難しすぎるんじゃないのかといきなりねいきなりその。 まあ、ビジネス日本語、ね、でもね僕は主にこれだってじゃあサミュエル君ニューヨークで何してたのとかそういう話になるんですよ必ず。ねそしてその時に、ね、例えば株株はあのトレーディング、ね、ストックエクスチェンジみたいな感じで、えー、まあまあそういう感じですよストックですねストックとかシェアとかいうのかな今シェアマーケットとかねストックマーケットみたいな。 で、まあ、トレーディングですね。で、そういうのを、まあ、例えば株。株でいいんです。株。株。そんな難しくない。ね。株。株、ね。株をやってましたとかね。うん。とか、投資をしてましたね。投資っていうのは、えー、インベストメントですね。投資、ね。投資をやってました。ね。とか、まあ、さっきいつも言うように、FX。ね。これも、えー、そういうの。 FX って言えばいいんですよ日本語っぽくね FX あと、えー、仮想通貨い、まあ、いい一瞬難しいですねやっぱ仮想通貨難しいけど何回も聞けば仮想通貨仮想通貨仮想通貨ビットコインは仮想通貨ねでそういう仮想通貨をね仮想通貨のトレードね仮想通貨のトレードで、えー うんも,うけまあ、もうけたとか言わなくていいですよ儲けたとかね儲けたってのはお金を得たっていうことです儲けたとか言わなくていいですよさみんなね「えサミエルおごってよ」みたいなね「サミエルおごってよお腹減った」みたいなねなんかこうたかってきますからねまあそ,そ,それは嘘ですねまあたかるような友達はもうねバイバイしてくださいねバイバイする 子ちょっ,と子供っぽいでしょだって僕は子供がいるから「バイバイしよう」とかね「バイバイする」でもこれ日本語として間違いですね,ね「バイバイする」なんでね、うん「友達にバイバイして」みたいな、ねうん「友達にさようならって言って」とかね「さようならって言ってバイバイって言って」みたいな、ね「バイバイする」なんでね子供っぽいでもまず「さようならして」とか「バイバイして」「うんバイバイ言って」 これも子供ににしか使使わないい大人に使いますよお父さん、お父さんあ、あのーね、お父父ささんん、あのー、僕の友達にバイバイイしてさよならしてくださいとか言わないでしょ。なんで、まあ、もうそのバイバイしてっていうセリフ自体があの <laughs> あの子供向けにしか言わないセリフなんで子供がいない人がいくらね、そんなセリフ子供と一緒にいないのにね、まず覚える必要も覚える必要はないとは言えないけどあの使うことはないです、ね。なんで それは子供がでできてから、ね、学んでください、えー、なので、ね、まずですね自分があ自分の国の言葉で、えー、やってきたこと、ね、興味があることそういうのをね日本語であの日本語でも勉強した方が子ども向けのものねもちろんそのよく英語の先生とかで幼稚園で働いてる人とかね幼稚園で幼稚園とかね保育園、ね、子ども向けの英会話 ね、その先生とかは、えー、子ども向けのね、えー、子どもと接することが多いので子どもが見るようなコンテンツとかそういうので日本語を勉強した方がすぐにね使えるのでもし、えー、幼稚園とか保育園に就職が決まってる日本語学習者の皆さんがいるとしたら、えー、まずはその日本、えー、子ども向けのコンテンツ。 でも例えば日本で、えー、まあさっき言ったねサミュエルのようにそういう,うそういう世界ですよマニマニマニなねドナルド・トランプな世界にいた人はあの日本語もやっぱそのマニマニマニなね、えー、日本でドナルド・トランプみたいな人って。 まあいるのはいるでしょうけどあんまりこう目立つ人はいないんですけどまあそういうね世界にいた人はね例えば孫正義とかね例えばユニクロの社長とかねまあそういうタイプのねビジネスねビジネス的な日本語を学ぶっていうのはすごいいいことだと思いますよ。やっぱり興味があるね自分に関わる自分に関係があるあのジャンルで勉強を続けるっていうことはすごいあの大事だし。 あの分かりやすすいいと思いますでほとんどカタカナだしねあとそのビジネスビジネス日本語っていうのはすごくねカタカナ英語は増えるんですようん、ね、あのびっくりするぐらいなんであのカタカナ日本語のいつも言うようにカタカナ日本語の発音の仕方これを、まあ、マスターというかねこれを勉強、まあ、聞き慣れればいいんです聞いて聞いて聞いてね聞いて,聞いて聞いて聞いて。 コピーしてね、僕が言うようにあの発音するだけであのボキャブラリーものすごい増えますね。ボキャブラリーがものすごい増えるね。例えばうん例えばですね。えー、例えば私はニューヨークの、うん、ウォールストリートで働いていましたね。えー まあ、ウォール・ストリートで働いていたので、えー、毎日、えーこうえー、世界のマーケットのね世界のマーケットを、えーうん、ブルームバーグでチェックして、ねブ,ルームバーグね、ブルームバーグですよブルーームバーグでチェックしたり、えー、エコノミストを。えー エコノミストを、ねえー、読んでエコノミストってありますね、えー、イギリスのうー、まあ、マーケットマガジンというかねエコ,ノエ,コノエコノミックマガジンかなですよねでそれを読んで、えー、まああとはチェックしてですねインターネットでマーケットのまあ金融マーケットですよねうん金融っていうのはそのファイナンスですね、えー、を チェックして、えー、まあストックエクスチェンジをねしてたと、はっきり言ってこれ言うだけで分かります。日本人分かります。何言ってんのってなんないですね。ほとんどなんか英語の単語を日本語っぽく発音してるだけでをしてましたとかね。でそれでねまたウォールストリートでビジネスをしてましたみたいな、ね。ウォールストリートでビジネスをしてましたね。 うん、あのわ、ー、かりますねでとかしてみたいなそれそれ日本語それだけであとはウォールストリートもビジネスも英語の単語ですね。なのででもウォールストリートでビジネスウォーみたいにしてもちょっとこううんねねちょっとこうなんかなんかこう英語喋ってるように聞こえちゃうんですね。うん やっぱり日本語っぽく発音すれば日本語に聞こえるこれはすごいねあのコツです、ね、あの分かりますけど、ね、ニューヨーク、まあ、ニューヨークはあんまり変わんないか、ね、例えばなんかすごい違う発音のとこってありますうん、ね、だからロンドンの、ね、シティみたいなだからロンドンのシティでみたいな、ね、これ日本語シティですねシじゃなくてシティ なんかシッティみたいなね「シッ」みたいなの嫌ですけどそういうことじゃなくてロンドンのシティでみたいなトレーディングをみたいなそういうのじゃなくてロン,ロンドンのシティで、えー、トレードをしてました、ね、トレーディングカンパニーで働いてましたっていうだけでトレーディングカンパニーって言うと違うのかなえー、いいのかな まあまあまあちょっと置いといてまあまあロンドンのシティで働いてたといえばみんな分かりますよあのビジネスマンであれば日本人でもねビジネスマンであれば丸の内で働いてるようにね丸の内、ね、東京駅の近くねその辺で働いてるような人であればああえっ、ー、とあスミスさん、ね、スミスさんはあロンドンのシティですか、ね、ロンドンシティにいたんですねえみたいなねうん。 あ私も実はそこであの昔ね、えー、何回か行って仕事をしたことがありますみたいな、ね、そういう話につながります。うんうん、なんで、えー、いつも言うようにカタカナ英語はカタカナ英語らしく日本語っぽく発音した方がいいっていうねそういうこと。でコンテンツ選びの話に戻るとコンテンツというのは自分が興味があるジャンル。ね、なので例えばサッカーが好きな人であればサッカーのね うん、サッカーのサッカーについてのポッドキャストだったりテレビ番組、えー、そして、うん、マガジンとかね、えー、雑誌ありますからそういうので、えー、そういうのをたくさん聞いたりたくさん読んだりするのが僕はいいかなと思います。子供向けのね、えー、ものを読んだりっていうのはちょっとね、うん、僕はあんまりいいと思わない。 うん、やっぱり自分に合ったものってあると思うんですね。美容が好きな人ねコスメが好きな人ねそういう人は、えー、日本語でその化粧品ですねこうクリームとかシャンプーとかねオーガニックのシャンプーとかそういうのを説明している YouTuber とかねたくさんいますからそういう人をおのおが動画を見て勉強するとか、うん、あと何うかな日本アニメ アアニニメメがが好きな人はアニメをたたくさん見た方いいいと思いますよ、うん、もちろんちょっと話し方ね変になっちゃうかもしれないですけどねアニメっぽくねうんなんか「佐藤くん先輩が待ってたよ」みたいな「佐藤くん先輩が先輩が運動場で待ってるってよ」みたいな「肛門で待ってますよ」みたいな <laughs> そんなにそんなにありがないか要はんかそういうなんかアニメっぽくね「先輩」みたいなねうんまあそれはそれでいいでしょでも実生活で使わないようにね「うん、部長」みたいな 社長みたいな、こう、なんかそういうなんかフリーキーなね、スペイン語だとね、フリーキーとか言いますね。ちょっとこうオタクっぽい。オタクのことフリーキーね。ひどいですね、フリーキーとかね。英語だと何って思いますけど、スペイン語だとね、オタクのことね、フリーキーとか言いますよ。フリーキー。ね。差別っぽいですよね。でもなんかね、俺フリーキーだからみたいなね。どうやみたいな。俺フリーキーだぜみたいなね。 漫画いいいいっぱい読むからさみたいなそういうなんか堂々としたスペイン人もいますからねすごいこうドヤ顔してね「ドヤ顔って分かりますドヤ、ね、俺フリキだぜ!」みたいなちょっとこう言い直った感じ何か「何が悪いんだねいいだろ俺」みたいなそういう調子,の調子の顔のことをドヤ顔っていいますねで、まあ、とにかく、ね、自分に合ったコンテンツっていうのは自分が興味があるコンテンツ自分が好きなコンテンツでもねいつも言ってるようにこの「 日本語コンテンペ、ね、僕は基本的には日本語学習の仕方そして他の言葉の、ね、勉強、ね、僕,が僕の経験からスペイン語とか英語をどうやって勉強してきたか,か、ね、そういうのを日本語で話すコンテンツ、ね、これはねほとんどの人におそらく興味がある内容だと思いますねなのでこれからもどん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 聞き続けてください聞いて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 ,聞いて,聞いて ね、聞けば聞くほどあなたの脳は無意識的に日本語を吸収しますそして使えるようになる、うん、自然にね少しずつ頑張っていきましょうそれではまた「チャオアデュ